ちょっと今日はもう身内ネタです。ギャラクシーブックスこんなこと考えてるんか、頭の中をちょっとお伝えできたらと思います。どうもこんにちは、ギャラクシーのクソです。皆さん悩みは何個ありますか？考えてみたら僕も今8万個ぐらいありますね。いや、ちっちゃいものも含めてね、8万ぐらいあるなぁと思いながらなんですけど、今日はその僕がふわーっと今悩んでるというか考えてる話で、ちょっと今日はもう身内ネタです。ギャラクシーブックスの著者さんたちはもう全員見てほしいのと、まあ、ギャラクシーブックスの著者ではないけども僕の動画見てくれてる方は、あ、ギャラクシーブックスこんなこと考えてるんか、なるほどって思ってもらえるだけで嬉しいなと思う、ちょっとまあうちうちな動画になるんですけども、お付き合いいただけたら嬉しいです。たら最後まで見ていただきたいのと、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いいたします。ということで、僕ももう今年入ってね、もう考えなあかんなと思うことがありましてですね、まあいい意味でね、いい意味、ポジティブな悩みでございますが、どうしようかなっていう話の僕の頭の中をちょっとお伝えできたらと思います。ということで、今日のトークテーマはこちら、ギャラクシーブックス著者交流会2024はどうなるのかという話にしたいと思います。うちの会社ね、出版社しながらですけども、本出すだけではちょっと物足りひんな、面白くないなっていうことで、ちょっと他の会社、出版社がしなさそうなことってなんだろうって過去に考えた時にね、まあ著者さん、本は本でいいんだけども、そのね、本を出した方々とこう、なんか交流できる場を設けるっていうの結構面白いんちゃうかなと思って、まあもちろんいろいろ工夫は必要ですけどね、なんですけども面白いんちゃうんかなと思って、著者交流会という、まあ、リアルのね、オンラインもやるけどもリアルの場っていうのを最近では提供するっていう、ここが一つのね、付加価値かもしれへんし、喜びを感じてくれる著者さんもいればとか、こっから話がいろいろこう広がっていくっていうコミュニティみたいなね、なんかそういうなんか自然とできていく感じはすごいいいなと思って、ギャラクシーブックスでは著者交流会というものをやらさせていただいてるんですね。でちょっと歴史をたどると、まあ、浅い歴史ですけど2020年の1月に初めて大阪の著者交流会、その時は著者オフ会って名前やったかな、大阪でやってたりとか、あとその翌月2020年2月に京都でもやったのかな、なんかそんな並びやったんちゃうかな。これ20人規模ぐらいで、本当にもう内々でね、ただこれも初めてのやつやったから試験的にと思いながらやったけど、大盛り上がりあって、あ、こんだけ著者さんたちって著者と会いたいんやっていうのも感じたんですね。そこには何のいやらしさもなく、なんかビジネスの動向も全くなくて、フラットに本を出してるという共通点だけで集まったメンバーなんですよね。でこの方々は今も仲良くさせていただいてるんですけども、その後もねずっとこう兵庫県でやろうとかね、名古屋でやろうとかあったんですけども、東京でやろうも組んでましたけども、まあ、ちょっとあの自粛モードの世の中にねなっちゃったから、もう全部バラして、2022年かに著者交流会もう一回復活させて、一つのね新大阪のホテルの一室でね70人規模の著者交流会をさせてもらって、で昨年は著者交流会2023という名前にして100名規模の交流会、もう全国世界からも来てくれてすごいなと思いながらやってきたと。これをまた今年もギャラクシーブックスやるのかやらへんのかどうなんですかっていう問い合わせというか質問というかが来るんですよね。まあ年一ぐらい主催でやるのもいいかなと思いながら、どうしようかなというのが今の時期で、どうしようかっていうとやるんですよどうしようの答えはやるんやけど、どんな感じでやろうかなんて、これ主催は僕らでやるんですけども、主催じゃないお呼ばれする集まりにはまあ行くにしても、まあ行けるやつは行くんですけども、主催でするとやっぱ悩むもんでして、今年はどうしようかなで、やるのはやります、もうここで言っときます、まあ、やるのはやるけども、規模100人が果たして正解なんかみたいなとか、来たことない方もいっぱいいてて、過去に来たことある人も大事やし、行ったことないから行きたいっていう方もいればやから、結局何人でやるのがいいのかなみたいなのをふわーっと悩んでるっていうのは正直なところです。で、多くなればね、多くなるだけみんなと喋れることはないからね。そう、ちっちゃくってね、10人とかで やろうってなったら10人がちゃんとこう交わり合えるけども、100人でこの間ね前回やったのはめっちゃ良かったんやけど、良かったけどもやっぱこう、まあ、70人の時もそうか、全員が交じり合うこともなく、そのテーブルで縁あってテーブル近い人とかね、こういう方々と接点持ってそっから広がっていくっていうのは全然あるんですけども、果たして100人が正解なのか、その集客の問題もあればやし、まあ、集客はできるかな、もしかしたら今のギャラクシーはあり
ありがたいことにやりますって来てくれる方も多くなってきたんで、クシャさんでね、いいんですけども、100人もね超えちゃうかもしれんしそうそう、リピートでね毎年来てくれる方もいれば嬉しいし、タイミングがあって今年は行きたいです、初めてですっていう方もね、一緒にやれたらなと思うと、まあ果たして人数って何人がいいんやろなっていうのは思いますね。あとまあ場所はね、ここ最近は新大阪でやらさせてもらうことが多いんですけども、まあ一番まだね来てもらいやすいんかな、他方からね遠くから来られる方もいっぱいいる中でね、新大阪やから楽とは思わないですよ、全然大変だと思うんですけども、新幹線がね止まる駅なんでね、まだそこの方が分かりやすいんかなとか、なんか梅田とかね、ちょっとまた下っていったらまた別のね、また違うホテルがいっぱいあってするんですよ。だからそこからまた乗り換えで行くっていうのも、分からへん土地で乗り換えていくのもちょっとあれやから、まあ新大阪の方がいいんかなとかも悩んでたりとか、あといつやるんですか問題そうや な、前回はな12月1日やったかやったけど、寒かったっすもんね。でちょっと怖いなと思ったのがね、あの雪が降る時期なんでね、上のエリアの方、寒いエリアの方とかやったら、たまたまやけど雪で飛行機が大丈夫かなっていうのが確か前日ぐらいにあったんで、これ12月はちょっとね避けようかなとは思ってますね。もう少し前倒しにした、ね、秋口がいいのかなとかっていうのを今いろいろと揉んでおりますただこれでもう冒頭で結論言いました、やるのはやりますね、やらないのっていう声をもらうことに対してのアンサーはやります。どういう風なね構成がいいのかとかね、あんまり変化球をねイベントで初めて来る方も多いと思うんで、変化球のイベントにする必要はないのかなと思うんですけども、逆に言うとリピートで来る方っていう方からすると、毎年同じ構成やんって言われるかもしれないんですよね、やるね会場の2時間の内容がね。あ、それはそれでね、あのいろいろやりたい気持ちあるんですけども、ご新規の方からするとそれは初めて見ることですし、まあ、またつながる方がねまた違うことによって同じ構成でもなんか違った感じを持ってもらえたりとか、あと会場もね実は次は変わりますんで、前回とかね前々回やったホテルとは違うホテルで、ホテルなのか会場なのかっていうところだと思うので、まあ雰囲気はまあ違うのは間違いないのかなと思ったりもしてるし、あとねちょっと好評やったのが、前回はねオフラインのイベントの前に緊張するとかっていう方多いんで、事前にオンライン飲み会を挟んだんですよね。あれはね好評やったんで、今年もリアルイベントの前にはねオンライン飲み会は設定しようかなと、まあ4回ぐらいね任意でねやるっていうのもいいのかなと思ったりもしてるんで、まあ何らかそろそろギャラクシーブックスも動いていますので、動画撮ってる時と今投稿してる時期はちょっとタイムラグあるので、これが配信されてる時にはある程度決まってるんかもしれないですね。なんかこのあたりどうなるんでしょうね。なんか僕も思いますけど、毎年やろうと思うとやっぱりプレッシャーありますねまあみんなが楽しくてね集まってもらえたらもうめちゃくちゃ嬉しいからあれですけど、やっぱこの責任感っていうのがどんどん湧いてきてね、なんかまあ今年もどうしようかなとかね、まあホテルが変わるとねメニューも変わったりとかね、ご飯も変わったりとか、あともしかしたら費用も上がってるよね今ね、会場費が高いから、もしかしたら今までと同じ料金設定ではなかなかいかんかもしれないなと思ったり、まあそこをねちょっとどうしようかなとかって思ったりとかする中で、これもね、まあ、物価の上昇が原因なのかなと思ったりするんですけども、なんか一個ねこうイベントやろうと思ったら結構大きなお金がねかかってしまうっていうのもね、まあ、皆さんから負担にならない程度でいいかなとか思ったりもするんですけども、なんかまあこの辺ギャラクシーブックス著者交流会2024はどうなることやらというところで何にも結論出てないですけど、言えるとしたら交流会やるのはやりますんでまた告知しますんで、お楽しみいただけたらと思います。本当にいつもありがとうございます。これからもギャラクシーブックスよろしくお願いいたします。ということでギャラクシーブックスのカズでした。また。